どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ハニーさん登場ということで、こんにちは。暑いね、うん、暑いけどウクレレには似合う季節ということで、まあ、今日は夫婦でセッション、はい、ね、いい感じで続いておりますけれどもですね、やっていこうと思います、はい、今日取り上げる曲はいいんだよね、透明感バッチリのこの曲ドン。そして僕は途方に暮れる大沢俊之さんのこれカップヌードルのコマーシャルソングで、そうだね、当時 ね、この曲をカップヌードルのコマーシャルに選んだ人って一体どんなセンスの持ち主だっていうぐらいかっこいい曲で、かっこいい。でこれガズレレレッスンでもね、これ取り上げてるんですけど、これね今見てみると一番大事な歌詞みたいなところが、ね、やってないんですよ、このレッスン動画では。その歌詞はですね、もうすぐ雨のハイウェイ輝いた季節は、この歌詞のところをねちょっと、まあいつもショートカットアレンジだからね、それやっちゃうとフルコーラスになっちゃうの、2番のサビだから、これ。だから取り上げてないんですけど、今回スペシャルアレンジで、夫婦セッション特別アレンジで、そこもやるということプラス、ちょっとねかっこいいねリズムにしようと思ってね、ちょっとシティポップ風に仕上げてみたの。なんかあの原曲ってなんかすごくね80年代っぽい感じで、トタトトトタトって感じなんだけど、すごくこうグルービーにちょっとやってみようかなと、ちょっと皆さんもあの見てみてください。はい、そんな感じで今から夫婦でセッションしていくんですけれどもですね、はい、あのこの後いろんなご案内もありますしですね、最後までゆっくり見ていただければと思います。今日は、ね、日曜日だからね、そしてこの動画を撮ってる段階ではですね、ガズレレ YouTube はチャンネル登録者の方が19万9960何人なんですよね。もしかしたら今日か明日ぐらいに20万人になるかな、ね、まあでもまあ嬉しいことだけどね、うん、まあみんなあのそんなね、あの煽るようなもんじゃないからさ、そう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 、なんかまああのもし20万人になったらなんかライブ配信しようかなと思ってるんですけど、まあ、まあすぐなるかもしれないし、うん、ならないかもしれない、まあそんなのどうでもいい、そんなことよりも音楽が、うん、ウクレレで音楽になる人が増えるのが目的ですから、うん、まあそんなこともあるんですけど、まあそんな、はい、テンションの中やっていくぞということでございます、はい、それじゃあまず最初にやっていきましょう。コードと歌詞出しとくんで、うん、ちょっと16ビートバージョンですけど一緒にセッションしてください、皆さん、はい、じゃあ大沢俊之さんの名曲で、そして僕は途方に暮れる夫婦でセッションやってみる。
持ちよかった。せーの、イエーイ。いやー、これかっこよくない？この原曲のアレンジも素敵ですけどね、うんうん、なんかこうちょっとこうシティポップやっぱり、そうだね、なんかこう海岸沿いを、そうだね、オープンカーで、そうだね、ちょっと違うから、オープンカーか分かんないけど、ちょっとこうクリスタルな、なんとなくクリスタルな感じ、そうそうそう、この時代感です、そうだね、なんとなくクリスタル感漂う感じ、うんうんうん、いやーいい曲、もうキュンときちゃうのよ、ちょっとね、悲しいんだけど素敵な曲だよね、やっぱね、いやーやっぱ大沢敏行さんの、そう、うん、あの時代ならではのちょっとこうアンニュイなきらめきみたいな、うんうん、これいいよみんな、うん、これ16ビートバージョン、ちょっとオリジナルアレンジですけど、あのこれもぜひやってみて、まあ、16ビートがまた難しいんだけどね、いやこのグルーヴはなかなか、ラストさん何の弾き方だったの？僕ね、裏で、小手さんは普通の16ビート、うん、ちょサビのコード伴奏だけで弾いてみようか、ワン、一つ残らず決めよう、ワン、ツー、スリー、フォー、かっこいいでしょ、このね、まあ、ギターっぽいんですよ、そうだ、ね、やっぱこうストラトキャスターのこう、あのこうハーフトーンっていう音でツカツカクタララツカッタック、そういうのちょっと再現してる、だから一人だとあんまりノリが出ないよね、そうかもね、一人はベーシックな16ビートをやっといて、うん、こっちでちょっと遊んでるっていうか、うん、その後のコンビネーションがまさにアンサンブルの、うん、でしかもハモって、うん、なかなかゴージャスですね、ゴージャス、いや今日はちょっと完成度高いような気がした、あとねやっぱりねこう歌いやすいんだよね、女性が、そうなんかね、あのちょっとこう張るとすごい気持ちよく歌える感じ、うん、でもこれあの大沢敏行さんはこのキーだったのそう、だから大沢敏行さんすごい高いんだよ、ね、うん、そうだから僕が歌うと、ひとつ残らず君をってすごい頑張んないといけない、だからすごいなと思ったんですけど、まあまあそんな感じです、ぜひあのコードは一応出てたんで出しておいたんでね、あの F メジャー7難しかったら F でもいいですよ、うん、まあ雰囲気で、そう私 F でやってる、そう F でやってる、ね、シンプルコードで、僕はちょっとおしゃれコードでということなんでね、うん、いやだからもうセッションはいい、いいね、であのこんな感じで他の曲もたくさんもうね100曲ぐらいやってんじゃない、もう夫婦でやってるかもしれない、ね、はい、もう何年もやってるんで、うん、はい、夫婦でセッションの再生リスト概要欄に貼っておくんで、他の曲もこの夫婦でやるこれハモリとか弾き方の違いとか、うん、あのメロディーも入ったりね、いろいろ他の曲もちょっとやってみてくださいということです、音楽はですね一人でやるのもいいけど仲間とワイワイやったり、うん、こんな感じで夫婦でねちょっとここはしようぜこうしようぜってね、あなんか深めながらねやるとまた全然音楽の形が変わるっていうかね、うん、あので今日なんかあれリズムまで変えちゃってるわけですね、そうだね、なかなか楽しめますよ、はい、本当にね、夏っぽいちょっと気だるい感じでちょっと今日はやってみたんですけど、ぜひねオリジナルもう音楽ってねその奏でる人のものだからね、うん、そのアレンジリズムとかあのいろいろやってみてくださいと、はい、そういうことでございますが、いやお知らせこれです、これタワーレコードで、そうだね、すごくないですか、このタワーレコードとイベントをやらせていただくんですね、あのこの黄緑色の本ソングブック6の発売記念イベントということで無料イベントで、日程は8月18日渋谷、はい、8月の24日長野県上田市、9月の8日大阪府八尾市、うん、大阪風八尾市でいいのかな、八尾市や、うん、はい、のタワーレコードさんで、タワーレコードさんありがとうございます、無料インストアライブイベントということなんですけど、あのどなたでも参加できるんですけど、ちょっとでもいい感じでね、あのサインをする件とかそういうのをちょっとご案内があるんですよ、うん、で概要欄にその詳細 のホームページ貼っとくんで、そこを見てですね、今すぐ電話でね予約できるとか、なんか電話混み合ってるっていう噂なんですけど、すごい、いや分かんない、それはガズレレで混み合ってるかどうか分かんないですけど、まあ、とにかくあのぜひお越しいただければと思います、すごいなかなかガズさんに生で会えることってそんな ないから、ね、そうだ、今年はだからそのこの発売記念イベントいっぱいやろうと思ってたんで、あのガズレレ主催のイベントはねあのちょっと予定してなかった、ね、そうだからこっちにぜひ皆さん来ていただければなと思って、うん、でもちろん今回は東京 長野県上田市大阪なんですけど、はい、遠方の方もぜひ来てくださいよ、僕も遠方なんですか、僕も遠方で、ね、ね、そう行くんですよ、だから、まあ、年にね、まあ、夏の今年の夏のですね、とっておきのウクレレタイム一緒に作り上げていきましょう、うん、はい、詳細概要欄に貼っておくんでよろしくです、はい、というわけでこの黄緑色のが100曲入りで出るわけですけれども、この中からそのタワーレコードでセッション、その下の URL にね、セッション課題曲はアップロードしてるんですけど、はい、この本を含めて今ずらずらと並んでるこの本たちが20万部突破、とんでもないことになってます、
20万部突破でガズレレフェア開催です。8月からもうね、本当いいお知らせばっかりでびっくりしたんだけどね。はい、でこのフェア開催中にフェア開催のお店でガズレレ本をゲットしてくださった方には漏れなく、はい、この手で書けノートプレゼント、全員にプレゼントですよ。はい、これ、はい、こんなあのことがあるキャンペーンなんですね。でガズの初めてウクレレも抽選で3名様にサイン入りプレゼントとか豪華なことになってるんでね、あのあっちからこっちから、うん、あのタワーレコードには一番来てほしいなって気がするんですけど、 そのためにはね、やっぱタワーレコードの各店舗さんでの予約が一番いい状況でこうご覧いただけると思うんで ね、 そうだね、はい、あの無料ですけど、まあ、本はそこで買っていただくのもいいかなと、はい、でアマゾンも予約始まってるんですけど、アマゾンもう予約しちゃったよという方はもうキャンセルしててもですね、タワーレコードこの日程でやるんで、ぜひ駆けつけていただきたいというふうに思いますというね、もう本当に素晴らしいです。であとですね、あのこれがあります。今日弾いていたこのウクレレたち、Gラボのウクレレたち、ただいま大好評販売予約受付期間脱祭中です。今年8月じゃない7月ですからね、この夏 Gラボウクレレ1本ゲットするのめちゃくちゃいいと思いますよ。あ、一生使える、育っていく最高品質の手作りオールハンドメイドオールターン版ウクレレが Gラボウクレレです。はい、こっちは薄レレのソプラノサイズ、こっちはガズモデルの、コンサートサイズです。これチェリーレッドいいでしょ。はい、これも薄レレ仕様になってます。はい、もういろんなラインナップ皆さんご存知だと思うんですけど、まあまああの概要欄にですねご案内の URL 貼っとくんで、Gラボウクレレチェックして、見てみてくださいということで、もうとんでもないニュースばっかりで、ビッグなニュースばっかりで、 YouTube のチャンネル登録者さんももう今日明日あたりにはそうだね言ってくださると思う、ね、まあそんな時にはまたライブ配信やるかもしれないな、うん、ということですけど、はい、まあでもいつも言ってるようにですね、そんなことよりですね、うん、今日今この瞬間音楽をウクレレで楽しんで、ああ気持ちがいいなと思ってる人の笑顔が増えているというこの事実です、うん、やっぱりそれがね、うん、最高なんですよ。最高だね。だって僕らもこうやってね、今日これ撮るためにね、あこっちにしようよ、あっちにしようとかいっぱいある、こういうのが一番楽しいわけ、うん、いや皆さんだからこのフーデセッションみたいな参考にしていただいて、自分なりのポップな音楽の形を作り上げていただければと、うん、しかも夏ですからね、ウクレレにはぴったりの、あっちいけどね、うん、あっちだ、熱中症には気をつけてもらいたいけど、ね、イメージとしては海辺とか、うん、あの高原とかで、うん、川とか流れてて気持ちがいい、ちょっとでね、そう、あでも現実は超ついたけど、ね、そうなんです、まあまあ気をつけながらやってください、はい、人生の隣にウクレレでポップな音楽は奏でられると、うん、これがいいと思いますね。楽しいと思った方、周りの方にもぜひおすすめください。教えてあげればね、そうだよ、ね、ガズレレ式で教えてあげればいいと思います、うん、ということでさよなら、バイバイ、暑いぞ、じゃあねー。